はい、こんにちは、こんばんは、こじいです。だけど本日なんですけども、相も変わらず東京オタクの聖地秋葉原におります。だけど本日なんですけども、僕少年ジャンプの中で一番好きな漫画がありまして、カタカナの棒を7つ書いてボボ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 っていう漫画があるんですけどもね、これがですね、もう僕の中でバイブルというか、これを読んでしまった結果こんな大人になってしまったっていう大人がおそらくたくさんいるんじゃないかってぐらい、僕ら世代はねとてつもなくハマった漫画になるんですけど、令和のこのご時世になんとですねプライズが出るという、当時プライズあったっけなぐらいグッズがねそんなになかったんですけど、なぜか令和になってからプライズだったりグッズを出している意味わかんない状況なんですけどもね、ついにバンプレさんからもボボボのぬいぐるみが出たので、それをちょっと取っていこうかなと思います。で、今回狙いたいアイテムなんですけど、ボボボボボボボのゴム紐付きぬいぐるみっていう、まあ、ちっちゃいマスコットですね。いわゆる推し活用にぶら下げられるっていうやつなんですけど、まあ、とりあえずこれ5種類あるんですけど、今回もいつものフォーマットですね、秋葉原といったらゲームセンターの数が半端ないので5種類あるんで、いろんなゲームセンターでねなるべく1種類ずつ取って、どんな設定でどれぐらいの金額で取れるのか攻略していこうかなと思います。今回ばかしはもうガチというか、ガチの推し活クレーンゲームを動画で収められたらいいなと思うので、もうエンタメとかいらないです。最短でじゃんじゃん撮っていこうかなと思うので、参考になるようなプレイもできればと思うんですけど、秋葉原というハイレベルな都市で頑張って攻略していこうかなと思います。では行ってみましょう。
します。